本日も始まりました。ヤマワロラジオ特別放送。メインパーソナリティの山城高音です。本日のゲストは、悪魔の館コウマ館の秘密兵器にして、巨大隕石すら片手間に破壊する最終兵器。禁忌と呼ぶにはあまりにタイニーファニー。噂では妖怪賢者たち御用達の破壊屋さん、フランドール・スカーレットさんです。ふふ、まあ、よろしく。外に出るのは久しぶりなの。せいぜい楽しませてよね。すみません、ちょっと時間を確認してもいいですか？時間？何よ、聞いていたスケジュール通りでしょう？いえ、通常放送で時間通りに始められたことが違和感すごくて。ああ、そういえば、お姉様の回でもなんか騒いでいたわね。勝手にオンエアボタンを押されるのにも慣れたとか。というか、意外ですね。フランドールさんはオンエアボタンに興味ないんですか？なかなか聞かない質問だね。ないわよそんなもの。何が起こるかわからないボタンとかなら気分によっては押すけれど。このボタンを押したって、放送が始まるだけなんでしょう？でも、こんなに押すなシールをベタベタと貼りたくっているんですよ。いや、押す理由もない上に押すなって書かれてるのを押す意味って何？あれ？もしかして、フランドールさんって、今までの出演者の中だと、パチュリーさんに次いでまともなのでは？今までどんな人選してきたのよ。なぜか呼んだゲストの数と呼んでないやからの出演数がほぼイーブンです。お姉様の回以外興味なかったし、一つも聞いてなかったんだけど、少しだけ気になってきたわ。でもしかしですよ、悪魔といえば、誰かの嫌がることを積極的にやるイメージがあるのですが、私の行動を決めるのは他の誰でもない私の感情だけ、誰かが嫌がるかどうかなんて知らないわよ。ああ、なるほど。それもまた悪魔らしい。悪魔ですもの。そういえば、先ほどの発言で少し気になったことがあるんですが、お姉さんの出演回だけはチェック済みなんですね。だったら何？他にもフランドールさんのお知り合いが出演する回はあったのに、興味を持ったのがその回だけって、よほどお姉さんのことが、お前のその無駄に回る下、さぞかし肉厚で食べ応えがあるんだろうな。とても興味が湧いてきたよ。ごめんなさい、黙ります。いや黙るな、進行しろ。さてさて、この番組は、幻想郷の一口ニュースをお伝えしつつ、ゲストと一緒にそのニュースについて雑談する、ゆるいミニ番組です。そして一口ニュースに入る前に、ゲストの掘り下げを兼ねた、レミリアさん発案&命名の質問コーナー、悪魔的カリスマ質問箱。腐っても私の姉、たまには役に立つようね。前回はコウマ館に関する質問を幻想郷中から募集する形でしたが、今回はフランドールさんのお知り合いから、フランドールさんへの質問を募集させていただきました。私の知り合い、私が言うのもなんだけど、パチュリーと昨夜以外ろくなやついないわよ。それ放送できるやつなの？大丈夫ですよ。検閲済みなので、レミリアさんの質問が最初ヘキ強めでやばかったんですが、昨夜さんが書き直させてくれました。さすが昨夜ね。それから質問内容に忖度や遠慮が入らないよう、質問者の皆さんは匿名、ラジオネームを使用していただいてます。なるほど。つまり気に入らない質問があったら、あなたをなぶり倒して質問者の情報を吐かせるシステムね。あははは、やっぱ悪魔だわ。バイオレンスな ASMR にならないことを祈りつつ、質問コーナー行きましょうか。それでは1通目、ラジオネームは、ギャオー、お姉ちゃんだぞーさん。お姉様だろそれ。いやまあ、あいつなら別に私に忖度も遠慮もしないか。質問内容。フランドールさんにはカリスマすぎるお姉さんがいるそうですが、お姉さんのことが大好きですよね。くたばれ。追伸派？ありがとうございます。罵倒するの読まれてた。腹立たしい。あはは。それでは次に行きますか。2通目は、ラジオネーム、マジカル SKY ちゃんスターさん。マジカル？パチュリー、いやスターってことはマリサ？まあいいや、質問は？質問内容。明日のおやつは何がよろしいですか？昨夜だこれ。いや直接聞きなさいよ。まったく、昨夜が作ってくれるなら何でもいいわ。追伸派？何でもいいが一番困ります。また先読みされた？じゃあ、プリンで、いちごジャムに溺れるプリンアラモードがいいわ。糖の暴力みたいなの食べてますね。悪魔は糖分の消費が激しいの、知らんけど。さて、それでは3通目。ラジオネーム、やくもゆかりさん。本名じゃん。質問内容。先日の異変解決の際、幻想郷の賢者、またら沖縄から、その程度か、甘ったれるな、など、厳しい言葉を叩かけられていたと存じ上げるが、あれはあなたの資質に問題があったというわけではなく、葉っぱをかけるため、必要以上に厳しくしていたというか、だから気に病んではいないだろうか。気なだこれ。いや同僚の名前を使うなよ。あと別にそこまで気にしてないよ。むしろお前の方が気にしすぎだよ。追伸派？別に気にしてないしっていうか私はまたらおきなじゃないもん。ごまかせると思ってか。っていうかさっきからなんなの？どいつもこいつも追伸追伸と私の返答に先回りしやがって。私ってそんなにわかりやすいの？あ、いや待て。あいつの入れ知恵か？ああ、そういえば、質問を書いてもらう際に、皆さん小馬館に集まっていただいたのですが、レミリアさんがちょいちょい皆さんに声をかけて回っていましたね。あの継ぎはぎだらけのカリスマ野郎、普段はポンコツ吸血鬼のくせに、私に対してだけ妙に小尺な真似を。レミリアさんってあれですよね。あえてフランドールさんがうざがりそうなことをしてますけど、あれもしかして、あなたから罵倒を引き出すド M ムーブでありつつ、実はあなたを苛立たせて遊んでると S ムーブの側面もあるのでは？ありえそうでムカつく。ああ。ほんとむしゃくしゃしてきたわ。今すぐあいつをしばき回したくて仕方ない。あなたにしばかれても喜ぶだけでしょうあのお姉さん。私がスッキリできればいいのよ。さいですか。うん、決めた。私帰るから、一口ニュースとか言うのはあなたが一人でやっていなさい。随分と頭に来ているご様子だったのに、まだ一口ニュースが残っているのを覚えてたんですね。妙に視野が広いというかなんというか、感情優先の勝手気ままに見えて、しっかり冷静に周りを見ているというか、案外、お姉さんのことをうざがったり、家庭内バイオレンスしているのはただのポーズで、実はお姉さんとはチャコラするのを結構楽しんでいたりするんですかね。まあ、そのあたりをはっきりさせようとするのは野暮ですか。あ、そうだ一口ニュース。提供はいつも通り、ぶんぶん丸新聞の社名丸あやさんです。本日の抜きたて一口ニュース。緊急速報、下巻司のインナーは黒。ふーん、ドスケベがエッチフォックスじゃん。いや何スクープしてんだあの天狗。一回飯綱丸様に怒られろ。って、うわ、情報提供者が飯綱丸様だ。もう終わりだよこの山。ご視聴、ありがとうございました。